インタークーラーシングルインタークーラーとツインインタークーラーにおける冷却方法の比較インタークーラーは船舶、鉄道車用、自動車、航空機や発電機などに用いられる下級機付き内燃機関用補機で下級機の圧縮により温度が上がった空気を冷却する熱交換機である燃費と出力が改善する本来インタークーラーとは 多段下級において下級機と下級機との間に置かれ、1段目の下級機で圧縮された空気を冷却する中間冷却機のことを指す。エンジンの手前の冷却機はアフタークーラーであるが、今では自動車用語でインタークーラーが口述のものを指す言葉として用いられることがある。下級機と下級機との間にあるものがインタークーラーと定義された時期は不明であるが、 1930年代から1940年代の航空機開発ではタービンからインタークーラー、インタークーラーからキャブレターと下級機とエンジン間のものとして通例的に使われている。この種の吸気冷却機全般を指しチャージクーラーとも呼ばれる。白用エンジンなどではアフタークーラーという語が用いられることが多い。イギリスのロールスロイスマーリンではインタークーラー、 アリソン V-1650 ではアフタークーラーと呼ぶが習慣の違いである。外気による空冷式と水冷式とがある。ラジエーターやオイルクーラー同様、放熱するためのフィンが並んでいる。熱期間は熱サイクルの低温熱源と高温熱源の温度差が大きいほど効率が良く、内燃機関は同圧力では吸気温度が低いほど単位溶石あたりの 吸気質量が増え、より多くの燃料を燃焼させることが可能となり、出力が向上する。下吸気付きエンジンは、自然吸気エンジンより、吸気温度が高くなるため、圧縮や燃焼で高まる圧力を見越して、圧縮比を低く設計することになって効率が良く、ないが、インタークーラーで吸気を冷やせば温度が低下する分、圧縮比を高く設定でき、効率の低下を補うことができる。 また、インタークーラーを前提に、下級圧をより高く設計することもできる。水平に設置されたインタークーラー構造の、簡便さから、空冷式が多いが、近年は、大排気量エンジンを、ターボ下級した、小排気量エンジンに置き換えることにより、燃費の低減を目指したエンジンが増えつつあり、吸気流路の容量の抑制、経路の短縮及び安定した、冷却のために、 専用のラジエーターによる水冷式が採用されることもある。ターボによる下級エンジンではターボラグが生ずる場合があるが、スーパーチャージャーによる場合でもインタークーラーを設置すると空気が圧縮されてからエンジンに供給されるまでの吸気軽距離が長くなり輸送時間が増加することでレスポンスが低下する。そのため、フォルクスワー現社の TSI では水冷式を採用し、 吸気通路を短縮して応答性の向上に努めている。大型化など、冷却性能を上げるほどレスポンスが低下することになるので、最適に設計される。フロントエンジン車の場合は、車体全部にミッドシップ、リアエンジン車の場合は、車体後部に取り付けられることが多い。改造によって新たに設置されたり、別の箇所へ移動させられることもある。車体に空気取り入れ口を設け。 そこから導入された外気をインタークーラーに当てる構造のものも多数存在する。エンジンルームの構造によっては外気を効率よく当てるためダクトを利用したものもある。主に取られる設置方式を記す。前置きラジエーターの前に平行になる要設置。純正の配置で取られる車種もあれば、チューニングにより配管を変更して前置きにする場合もある。中置き。 ラジエーター後方に平行に設置。水温対策やクラッシュによるエンジンブローなどを防ぐ目的で取られる。水平エンジンルーム上部に水平になる、要設置。ボンネットにはインタークーラーにエアを導くためのダクトが存在するのが一般的。V マウントラジエーターとインタークーラーが V の字になる、要設置。水冷式インタークーラーを採用したトヨタ8。 NR 回 TS エンジン過去の市販車では、トヨタソアラ、トヨタセリカ XX の MTEU 搭載車、トヨタセリカ GT4RC、ホンダレジェンド V6Ti、スバル、レガシーの初代モデルなど一部の車種で、水冷式が採用されたことがある。水冷式は、同じ熱効率でも空冷式よりもクーラーコアも小型に設計でき、低速走行時の熱効管理図にも優れるため、 当初はインタークーラーにおいても水冷式の普及が期待されたが、水経路をエンジン冷却系統と共有した水冷式には、吸気温度の加減がラジエーター水温に依存するという欠点があった。例えばラジエーター水温がサーモスタットで81度に保たれた場合、インタークーラーを通過する空気は81度以下には冷却されない。これを回避するには、 エンジン冷却系統とは別に、インタークーラー用の冷却系統を設ける必要が、生ずることになる。エンジン冷却系統から独立したサブラジエーターを設けた場合、エンジン冷却系統のウォーターポンプが使用できないため、ベルト駆動あるいは電動式のウォーターポンプが別途必要となる。当然ながら停車中や低速走行時の冷却も考慮し、インタークーラー用のサブラジエーターには、 クーリングファンを設けなければならない。このような結果、トータルのシステムで比較した場合の水冷式は、空冷式に比べて複雑で、大規模なシステムとなってしまい、当初期待されたダウンサイジングは達成できなかった。予根5燃焼のガソリンターボ車で、吸気温度が極端に高い場合、事故着火によるノッキングのリスクが高まるが、ラジエーターにはファンが取り付けられており、吸気温度は、 冷却水温と相関する一定の範囲に収まるという利点も存在する。以上のように空冷が主流ではあったが2000年代中盤からの VW の TSI を端緒としたダウンサイジングコンセプトの流行により様相は若干変わってくる。下級を伴うダウンサイジングでは自然吸気に近いレベルのレスポンスが求められるため下級ラグを抑制する吸気経路の最適化は 優先事項でもあり、レイアウトの自由度の高い水冷式とするメリットは大きくなった。また冷却に関しても低速域で優れているだけではなく、比熱が大きな冷却水を介する水冷式は空冷に比べて急激な高果急圧による吸気温の急上昇に対しても変動が少ないというメリットがある。これは緻密なノッキングプレーグ制御全領域で行う。 現代のエンジンにおいては大きなメリットとなる。依然、空冷のままダウンサイジングを行っているエンジンもあるが、インタークーラーの水冷化は別系統の冷却系が必要となるデメリットは伴うものの、ダウンサイジングにおける一つのトレンドとなっている。四代目、松田デミオのディーゼルエンジン使用者は、インテークマニホールド内蔵型の水冷インタークーラーを採用している。これは、 強小なコンパクトカーのエンジンルームに格納する必要があることと、吸気干潮を短縮して、簡漫なディーゼルエンジンのレスポンスを改善すること、従前のディーゼルエンジンに比べ圧縮比が極端に低いことによる自己着火性の悪さを改善するためのものである。外部から取り込んだ水を使用する水冷式のため効率が高い。ありがとうございます。